はい、ナウズです。今回紹介するのはレゴシティ2セットです。60275は部品の袋がに説明書が1、パーツは51個。60286は部品の袋がに説明書が1、パーツは79個です。それでは一気に組み立てていきます。はい、完成です。まずは60275ポリスヘリコプターから見ていきます。ヘリコプターのセットなんですけど、警察官のミニフィグがパイロットではなくて、普通の制服の格好になってますよね。まあ、こっちの方がいろいろ使えるのでいいかもしれません。手には手錠を持ってます。それと女泥棒ということで囚人服着てますね。まあ、特に変わったところはないかなと思います。次に泥棒のジェットスキー見ていきましょう。これね、かなり小さいのでこんな感じでプラ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 動くんですよね。これはちょっと微妙かなと思いました。ただしここに泥棒を立たせると、よいしょ、はい、こんな感じですね。こうすると後ろに重心がかかりますんで、プラ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 しなくなるんですよね。なので、まあ、基本的にはね、乗せて遊ぶと思いますんで、まあ、そんなに問題しなくてもいいんじゃないかなと思います。で、両サイドにポチがありますよね。ここに持ってた札束ともう一つついてますんで、こんな感じでつけておけば盗んでね、逃げてるシーンを作ることができるんじゃないかなと思います。そしてポリスヘリコプターです。このセット4プラスということで旧レゴジニア系のセットなんですよね。ということでこの機体の真ん中の白い部分、これが一つのパーツ、一体型パーツになってます。まあ、形としてはやっぱり旧レゴジニア系のヘリコプターって感じですよね。風防パーツよく使われてるタイプですね。こうやって上げられるようになってます。コックピットの中にはシートが一つ、あとパネルパーツがついてます。これもちろんプリントパーツですね。かっこいいのついてますよね。で、レバー類はありません。ということでシートに警察官座らせましょう。はい、こんな感じですね。風防を戻すとこうなります。まあ、ちょっと、角度によっては帽子の先、つばの部分が当たるかなというところでしょうか。まあ、特に問題はないですけどね。で、機体のサイド、こちら側にはサーチライトがついてます。これいいですよね。かなり大型のやつですね。これだけでも十分遊べそうな気がしました。で、右上の方にはポリスと入ってます。これプリントパーツですね。こういうパーツ嬉しいですよね。で、反対側はこんな感じですね。こっち側にもポリスのプリントパーツついてるのと、これは何でしょうね。ちょっとよくわからないんですけど、まあ、これだったら向こうのサーチライトと同じものをつけてほしかったかなと思いましたね。それから機体の後ろ側にハッチがついてて開けられるようになってます。中はこんな感じで結構広いスペースあるんですよね。で、真ん中のところが高くなってますし、下にポッチがありますんで、ここに泥棒を入れてこうやって固定することができるんですね。これいいですよね。頭が当たってないのがわかるんじゃないかなと思います。で、入れたらハッチを閉じてあげれば OK ですね。前から見るとこんな感じで、ちょうど警察官の後ろのところに来てるのがわかるんじゃないかなと思います。ということで、このまま連行することができますよね。で、その上メインローターがついてて、こんな感じでスムーズに回すことが可能です。排気口みたいなのもあって、ちょっとメカメカしさがあっていいですよね。そして一番後ろにはテールローターがついてて、これもこうやって、スムーズに回すことが可能です。青色蛍光灯ついてるのもいいですね。続いて60286ビーチレスキュー ATV 見ていきましょう。
ミニフィグはレスキュー隊の人ですね。この上半身パーツが新パーツになってて、実はこのセットにしか付いてません。結構貴重なパーツじゃないかなと思います。で、胸元、それから背中のところにマークが付いてます。その縁のところがシルバーになってるんですよね。これがなかなか綺麗じゃないかなと思いました。ちなみにライフジャケットが一つ付いてますんで、これをつけてもいいですよね。それとサメがついてます。まあよくあるタイプのやつですよね。こうやって口を開けることができるようになってます。次にジェットスキー見ていきましょう。結構ねかっこいいですよね。さっきの泥棒のジェットスキーこんな感じだったので、ほぼ2倍くらいの大きさになってるかなと思います。フロント部分にはビーチレスキューと入ったマークがありますよね。これプリントパーツなんですね。なかなかいいパーツついてるなと思いました。で、その後ろにハンドルと両サイドに、双眼鏡と無線機がついてますね。これはおそらくエンジンとかそういう感じのやつをイメージしてるんじゃないかなと思います。ということでここに立たせてみましょう。はい、こんな感じですね。いかがでしょうか。結構ねかっこいいんじゃないかなと思いますね。ハンドル自体が実はこうやってね左右に振ることができたり、角度をね変えることができるようになってるんですよね。なので、まあ、ちょっとね、こんな風に遊んであげてもいいんじゃないかなと思います。なかなかいいですよね。そしてビーチレスキュー ATV です。かっこいいですよね。これ前の牽引車が ATV、 後ろにトレーラーがついてます。ATV のフロントにはさっきのジェットスキーについてたプリントパーツ、同じものなんですけど、それがついてます。これ2つついてるっていうのはなかなか大きいですよね。で、その下ライトがついてます。この形のライトっていうのも珍しいなと思いました。で、運転席周り、ルーフのフレームのところにオレンジ色の蛍光と、あとスピーカーがついてます。これね、すごくそれっぽいなと思いました。で、このフレームをこうやって前に上げられるようになってるんですね。で、運転席にはハンドルが一つ、あとシートが一つついてます。ここに、さっきのこのレスキュー隊員を座らせるとこんな感じですね。もちろんこの状態でルーフ戻すことができます。いかがでしょうか。なかなかかっこいいですよね。やっぱり座ってた方がかっこいいんじゃないかなと思います。それからその後ろ、ちっちゃな荷台があるんですけど、特にここに乗せるようなものはついてませんでした。続いてトレーラーですね。これジェットスキー用のトレーラーになってますんで、このポッチのところにさっきのこのジェットスキーをこうやって取り付けられるようになってます。素材はありませんので、前の牽引車から取り外すと、まあ、こんな感じで斜めになっちゃいますね。で、 ATV との連結はボールジョイントになってますんで、パチッと取り付けてあげれば OK です。これで左右にこうやって動かしたとしても離れることはありません。で、この2つのセット、どちらにもジェットスキーついてますんで、一緒に遊べますよね。このジェットスキー使って泥棒を追いかけるとか、捕まった時にね海に落ちてしまってこの人が助けてあげるとか、いろんなシーン作れるんじゃないかなと思いますんで、やってみてください。はい、いかがでしたでしょうか。どちらもすごく小さなセットなんですけど、しっかり遊べるセットになってるんじゃないかなと思いました。このセットのパーツ数は60275が51個、60286が79個です。以上、レゴシティ2セットを紹介しました。ナオズを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。右上のナオズマークから登録できます。左の動画をクリックすると他の動画を見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。